こんにちは、キキです。今日はキキの質問コーナーをやります。それでは早速やりたいと思います。では行きますね。はい、たくさんあるので、はい、いっぱい答えてもらいます。はい、行けますか。はい。お名前を教えてください。キキです。何歳ですか？5歳です。お誕生日はいつですか？8月7日です。将来の夢は何ですか？レストランやる方です。何のレストラン？食い放題レストランです。食べ放題なんだ。うん、何？焼肉？いやでも全部ある。ケーキとか、うん、ご飯とか、うん、お店の名前は決まってんの？しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶっていうお店、うん、超いいじゃん。好きな言葉は何ですか？あいまんぷん。それどういう意味？いや、やっぱ違う。うん、なんだろう、好きな言葉。好きな言葉だから、デニーズ。ありがとう。あ、デニーズ。デニーズ大好きだもんね。うん、大好き。じゃあ次いきます、はい、好きな食べ物は何ですか？肉です。嫌いな食べ物は何ですか？全部です。野菜。好きな色は何ですか？え、緑。嫌いな色は何ですか？薄グレー。家族の好きなところ一人ずつ言ってください。じゃあまずはパパの好きなところ。坊主かっこいい。ママの好きなところ。優しいからかっこいい。大好き。ねねの好きなところ。うん、怒りん坊お姉ちゃんだから大好き。ウケる。じゃあゴーの好きなところ。丸込めだから可愛いから。違うよ。保育園の遊びで好きなものは何ですか？工作です。どんな男の子が好きですか？保育園？うん、いや保育園に限らず、どういう男の子が好き？だって。え、子供？子供でもいいし、大人でもいいし。先生でもいい。うん。アニンターリ。ああ、そうだね。強くなるために必要なことは何ですか？教えてください。だって。これもせんよ。なんかある？強くなるために必要なこと。え、パパしかわかんないよ。腹筋。おー、なるほど。得意技は何ですか？え？わかんないです。好きなお洋服のお店はどこですか？ ABC。 ゴーは、黒の服レッド。あー、ゴム映ったらいいじゃん。いい？ねねがすごいなと思うところはありますか？このベッド。あ、ほんと？怒ってすごいこと。キキに細かく怒ってすごいことかな、うん、細かく怒るところがすごい、すごいなって思う。かっこいいなって。かっこいいっていうか、それがムカつくなって。尊敬してないね。給食で一番好きなメニューは何ですか？結構いっぱいあるよね。うん、魚、お肉、うん、麦ご飯、うん、カレーです。尊敬する人はいますか？尊敬。この人すごいな、かっこいいなって思う人、こういう人になりたいなってキキが思う人いる？パパ。おー、なるほどね。なんで？かっこよいから。うんうん、はい、次いきます、うん、練習は楽しいですか？きつい。なんでそんなに頑張れるの？え、パパが教えてくれるからです。何の練習が楽しい？いっぱいいろいろやってるけどね。言っとけば腹筋です。あ、腹筋が楽しいの？うん。キキの大切なものは何ですか？え、家族でもいい？うん。絶対家族。今一番行きたい場所はどこですか？沖縄です。沖縄のどこ行きたいとかある？
ブルーシーン。ああ確かに。2歳だっけ行ったの。1歳か、うん。1歳の時に行ったのが最後だもんね。うん、行きたいね、うん。好きなキャラクターは何ですか。キャラクター。キャラクター？いっぱいあるよね。ジョージ。お猿のジョージです。身長は何センチメートルですか。わかんない。今ね、この間測ったので110センチ。110センチです。怖いものは何ですか。うん、お化け。何のお化け。うん、全部のお化け。全部怖い。でもキキ強いからさ。 といえばアクロバティックサラサラ。キキならやっつけれそうだけどね。え、でも怖いよ。あ、でもユーマはもう怖くないんだよね。いや、怖いよ。あれ、この間自転車の時さ、もう怖くないよって言ってたよね。小学校行くのは何が楽しみですか。なんか楽しみなことある。リレーです。リレー、いいね。運動会ね、うん、楽しみだな、うん。ママの好きな料理は何ですか。うん、お肉です。お猿のジョージは好きですか。大好きです。ランドセルは何色にしたんですか。あ、赤です。忘れてた、うん、すごいいっぱい色があったけどね、うん、赤以外になんかいい色あったの。なかったです。赤が一番だった、うん。兄弟喧嘩はしますか。ん、兄弟喧嘩、ネネとゴーと喧嘩はしますか。うん、絶対しない。いつもしてます。何で喧嘩するんですか。なんか普通に物取られて喧嘩したり、うん、そうだよね。誰が一番強いんですか。ゴーです。確かに。ネネは一番最後に強いです。誕生日は何が食べたいですか。ジョージのケーキです。ケーキ。ご飯は何がいい。ケンタッキーです。ケンタッキーね、最近食べてないね、そういえば、うん、食べたいね、うん。宝物は何ですか。ママたちです。今一番欲しいものは何ですか。あのタヌキの人形です。あれね、なんであれがいいの。かわいいの。え、普通に見た目ですごいいいから。お使いしたことありますか。ああ、一回だけ。小学校は楽しみですか。はい。てか、小学校は、うん、あれ楽しみなのは歯が抜けること。ああ、そうだね。小学校行く前に多分ね、抜けるよきっと、ね、年長さんのうちに。だって全然いや、やれいけないだ。今まだね、濡れてないけど、もうそろそろね。最近メイクしてますか。あ、トレーニングしてんで、してるんです。今までで一番嬉しかったことは何ですか。誕生日の時にケーキ買ってくれたのが嬉しいです。うん、あ、やっぱ誕生日特別だよね、うん。ケンタッキーのおすすめメニューを教えてください。ケンタッキーの足です。憧れの人は誰ですか。憧れた、ケンタッキーの尊敬する人みたいな感じかな。あ、この人すごいなって思った。ケンタッキーの足です。キキがなんかこういう人になりたいなとか。酒井さんです。え、酒井さんです。酒井さんってあのジムの。そう。あ、それなんで。え、かっこいいからです。あ、そうなんだ、うん、格好もつけてないし。あ、そこがかっ、そういうところがかっこいいな、うん。あ、なるほどね。ゴーにはどういう大人になってほしいですか。ゴーが大人になったらどういう大人になってほしい。怒る大人になってほしいです。あ、怒れる人ね。もうすぐに怒る。お、カラス。カラス。キキが大人になったらやりたいことは何ですか。カラスみたい。歌を歌うことです。おー、歌なら今だって歌えるじゃん。え、でも、うん、YouTube に載せること。あー、YouTube で歌を歌いたいの。うん。何の歌。モグラの歌。あー、かっこいいよね。やだやだやだろー、エオミック着用水、
やりたいことやったように燃えてるより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 できない後戻り、この先もいろいろあんだろ、それならそのために頑張ろう、こけそうになっても踏ん張ろう、そうやって俺は強くなろう、何かの子さめあろう、夢との最後にやるとげよ、泣いても笑っても人生は一度け、また一からでもいいから、バカにされてもいいから、いくつになっても突き進むよ、俺はこの道を、イエイエイエイ、やが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 よロー。おー、すごいじゃん、かっこいい歌好きだよね最近、無人島へ行くなら何を持っていきますか。無人島って誰も人がいない島、はい、か誰もいないし何もないの。家族を持っていきますよ。好きなプリンセスは誰ですか。ディズニープリンセスいる。いません。好きなボクサーは誰ですか。佐々木仁です。あ、どういうところが好きなの。わかんないです。もっと聞いてください。好きなお菓子は何ですか。じゃがりこのバター醤油です。好きな映画は何ですか。インディージョーンズです。足のサイズは何センチですか。靴のサイズ117110です。11はね、17センチ履いてるね最近。キキが最近一番ムカついたことを教えてください。ネネが怒ることです。どういう怒り方すんの。ネネの真似してみて。もう全くパン取ってる。本当どうやって怒んの。もうパン取ってる、かっこつけ上がってるじゃん。たくさん質問ありがとうございました。楽しかったですか。はい。今度は何の動画撮りたいですか。なんかお洋服好きじゃん、キキ。うん。だからそのショッピングしてる動画とかを見たいなって言ってる人もいたし、ルーティン見たいなっていう人もいっぱいいた。ルーティン。なんかレモンティー飛んできた。マルコメ出てきた。てってれーんって。丸く目出てきた。丸く目出てきた。ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。バイバーイ。